こんにちは、ニュースオーダーの時間です。現在ビヨンド内でのナーク中毒者が急増しております。事態を重く見た BCP では、ビヨンドでのナーク根絶を図るため特別チームを編成、ホームからのナーク流入ルートの解明を急いでいるとのことです。ナークはアヘンから作られる合成麻薬で、モルヒネ型依存症状と LSD などの幻覚誘発症状をも兼ね備えた麻薬の帝王といわれるものです。宇宙推進事業団によりますと、宇宙開発におけるナークの依存度は 30% を超えると報告されており、宇宙でのナーク中毒者は増加の傾向にあるとの見解に達しております。以上、BBC からお伝えしました。BBC、どこのテレビ局だろう。今のはビヨンドのテレビ番組ですよ。ビヨンドコーストブロードキャスティング、つまり BBC ね。それでは次のニュース。今、全世界的に移植用臓器が不足しています。宇宙開発における宇宙環境の影響により、人体への様々な障害が起こっています。無重力状態や宇宙船などにより、臓器の疾患、異常が急増しており、このままでは十分な移植が賄えないと、ドナー不足に対する大きな不安が寄せられています。宇宙推進事業団では、ホームの移植後進国などにドナーネットワークへの加入を呼びかけています。以上、BBC からお伝えしました。今、全世界的に移植用臓器が不足しています。宇宙開発における宇宙環境の影響により、人体への様々な障害が起こっています。無重力状態や宇宙船などにより臓器の疾患、異常が急増しており、このままでは十分な移植が賄えないと、ドナー不足に対する大きな不安が寄せられています。宇宙推進事業団では、ホームの移植後進国などにドナーネットワークへの加入を呼びかけています。以上、カレン北条がお伝えしました。繰り返します。現在、ビヨンド内でのナーク中毒者が急増しております。事態を重く見た BCP では、ビヨンドでのナーク根絶を図るため特別チームを編成、ホームからのナーク流入ルートの解明を急いでいるとのことです。ナークはアヘンから作られる合成麻薬で、
モルヒネ型依存症状と LSD などの幻覚誘発症状をも兼ね備えた麻薬の帝王といわれるものです。宇宙推進事業団によりますと、宇宙開発におけるナークの依存度は 30% を超えると報告されており、宇宙でのナーク中毒者は増加の傾向にあるとの見解に達しております。以上、BBC からお伝えしました。工場がお伝えしました。以上、BBC からお伝えしました。はい、どうなさいましたか？顔色が悪いですね。宇宙酔いですか？ああ。緊張なさらないで、気を楽にしてください。ありがとう。何か私にできることございますか？